クルトは、シュメール神話における怪物である。本来は、山という意味であり、神話の中では神々に敵対する怪物として、擬人化されることがある。クルは、冥界では、ギリシア神話でいうスチュクス川と、ほぼ同義の冥界の川を見張るとも言う。この場合、クルトは、大地の甘い水の下に位置する、乾燥したゴミだらけの土地、帰還することのない土地の意であり、 そのため、冥界のことを、シュメール語で、クルヌギアと呼ぶ。この冥界を支配するのはエレシュキガルである。ただし、キ、ガル、カーガルは、カーと、ほぼ同一の言葉、意味であり、エレシュキガルにもつながる言葉でもある。このクルは、現象の海、アプスと、大地、魔の空虚な空間に位置づけられる。冒頭に述べた通り、設計文字、カーは、山を意味するが、 場合によっては、王国の名称の前に置かれるのに応じて、陸という意味にもなった。巧妙な、シュメール学者のサミュエル・ノア・クレーマーは、クルは、ドラゴンの姿をしていると主張したが、後に否定されている。ザユニコードスタンダード、バージョン5.1、キューニアフォームでは、U プラス 121B3 キューニアフォームサインカー、クレーマー、P114。ありがとうございます。